プレースタイルにこだわってるんじゃなくてサウスゲートは最後だって思って、うんうん、優勝だけ目指してる自分たちはいけるからみたいな感じの選手たちが信じてる疑ってないところがすごくいいなって思います解決策がもう見つかりましたね毎度毎度ベン・メイブリーです ユーロ2024年グループステージ終了,終了後の企画ですけれども、ここをパート2で引き続き阿部麻美さんをお呼びして、イングランド代表について話したいと思います。阿部さん、引き続きよろしくお願いしまますすお願いいしますありがとうございます。 で結局、プレミアリーグでは大活躍しましたけども、イングランド代表の招集がなかった元リバプールのドミニック・ソランケ選手が、はい、ユーロに行けなかったこの時間を楽しく過ごしてくれてるみたいですね <laughs> そうですよそうあの、ソランケは日本がもすごい好きで、アニメが好きなんですけど、めちゃくちゃ日本に来てくれてて、その期間中。 それで、ベンさんのいらっしゃる大阪も行きましたよねソランケばっタり会いたかったんですよ。<laughs> いやー、本当にキョロキョロしちゃいますよね。私、安倍さんからもうメールを送っていただく前に気づいてなかったんだけど、大阪に来てて<ー>もう日本に来てて、ソランケが、で、そう、ドートンボリとかの写真を開けてたんですよね。私も。 いっぱいウォーキングをしていても日焼けしちゃうくらいウォーキングし,してるから、ばったり会っても全然無理はないと思ったんだから、ちょっと悔しかったです。会いたかった。そう、あの、大阪いると思ったから、あ、ベンさん、ソラン家いるかもしれませんよって <laughs> したのと、あと、アニメが好きっていうことで、東映アニメーションっていう、ワンピースとかいう有名なアニメを作ってる、あんな、そう、えっと、あるんですよ、スタジオみたいなところが。 大泉学園っていう駅にあるんですけど、うん、多分大泉学園って聞いたことないと思うんですけど。私が生まれた駅なんですよ。え、<laughs> そこ。そうなの。そう、大泉に来たのそらんけと思って。めっちゃ嬉しかったです。会 <laughs> ってないよね。会ってないんですよ。あの、なんか、みんな乗るじゃないですか、マリオみたいなカート。はい,はい。日本で。あれも乗ってたから。はい、前通ると。<laughs> いいななかってで,、えー、でも日本大好きみたい、本当に。もでもあそこにも行って、大阪にも来るんだったら、私たちがガイドしてあげれば、もっと楽しんでいただけたかもしれないね。いや本当ですよね。だから日本の選手が今、プレミアいっぱい行ってるじゃないですか。うんうん、ただこうあの、元リバプールの南野選手もあの、コナテとかにもおすすめのアニメ教えてたらしいですけど、多分それこそ、 トランケって多分被ってると思うんで、多分教えてたんじゃないかなとか。<laughs> なるほどね。<laughs> そう,そうすると面白いですよ、ね <laughs> うん、まあ、シーズンオフってね、もう、梅雨前だったと思うんだけど、ちょっと日本が暑くなる頃しか、オフの時間が確保できなくて、うんそれ、それでも楽しんでもらえたようで嬉しいんですけども、招、まあ、集さ,されなかったソラアン系ですけども、イングランドのメンバーにもちろん素敵な選手26人もいるのですけれども、はい まあ、チームとしてバランスよくなかなかはまらないままグループステージ終了してしまったのですけれども、うん、えっとまあパート1の頭でちょっと話したように、えー、ポジティブな考え方も多分お互いうん、うん、比較的ポジティブであている方, <laughs> 方だと思いますけども ここから、相手チーム関係なく、今のイングランド代表を解決する上にもっと強く戦える上で、誰が見たいか、そういう何か見たいか、こういうふうにすればいいかという思いとかありますかえっと、誰が見たいか。まあみんな、私は全員出てほしいって思っちゃうタイプなんで、控えの選手も出てほしいし、でもやっぱこの間やっぱ良かったですよね。メイヌ、ゴードン、パーマー。 もうあの辺はめちゃくちゃ良かったと思うで、まあもっと時間、ちょっともうゴードンに関しては、本当に時間数分になったんですけど、その中でもすごくアピールできてたので、で、あと、ゴードンすごい、やっぱりコメントでも結構気が強い子じゃないですか。ちゃんと言える子だから、そこでね、自分はもう準備できて絶対絶対みたいな気持ちがあるので、なんか、たくましいですよね、その、後ろに控えてる子たちがメラメラしながら待ってくれてて、だからそれは、 監督がどうこれから使っていくか分かんないですけど、いいなと思いますし、あの、アーノルドの中盤起用に関しては、相手に合わせて変えればいいと思うんで、もう、ゴー、だって、アーノルドと、じゃギャラガーとメイヌーって全員タイプが全く違うんで、相手に合わせて変えればいい。でも固定ライスっていうのはいいと思うんですよ。やっぱり基盤を、ここはこの人っていう基盤はあっていいと思うんですよ、ライスだったり。うんうん 後ろだったらまあ、まあ、まあ、はウォーカーいいと思ってるんで、ウォーカーのまんまでもいいもちろん思いますし、なんか。で、私は結構やっぱ右のサカちゃんが好きなので、そこも固定にしたいんですけど、まあそこもちろん変えてもいいんですけど、まあ、ライス基準でいいんじゃないのかなって思います。うんうんうん。まあ、ライスが、ね、このメンバーの中で圧倒的に、まあ、彼とストーンズかなが、マスト。そうそうそう えー、ピックフォード・ストーンズ・ライスという背骨があってもそれプラスケインですけどもケインだって本調子じゃないそのシーズンクラブのシーズン終盤にちょっと背中の怪我もあってもしかしてそれを引きずってるかもしれないそれか疲労溜まってるかもしれないそれかまあちょっと9番のポジションからさえ落として ビルドアップに絡むことがベリンガン・フォーダンの動きの邪魔になる可能性もあるしそれか年齢的に昔のような突破力がないのかもしれないんだけどと,とにかく上の方がちょっとはまっていないのも気になる中盤の方もアレさんおっしゃるようにいろんなタイプがいるいろんな選択肢がいるで これまでね、まあ何度も話しているんだけど、フィリップス・ヘンダーソンがやっていたような役割が、ちょっと全く同じ感じの選手は今いないので、その試合状況、相手チームによって、タイプの選手を選んでもいいと、私も思います。で、例えばアレクサンダー・アーノルドを使うタイミングと、避けるタイミング、その後の、例えばメンバーとか試合状況を見れば、あ、今、アレクサンダー・アーノルド欲しかったんだけど、いない。<ー>うん、そういう試合もある。<おー> <laughs> あればそれから先発、アレクサンダーのリターダだけど、その時間帯はプレスができるギャラガが欲しかったとか、もう少し自らボールキープ、そしてボールを運んでいけるメイヌが欲しかったとか、そういう時間帯もいたので、ちょっと完成度の低さがどうしても感じちゃいますうん、なんかそのグループステージででも見てて特徴、明らかに分かったじゃないですか、全員の特徴が。 それで、次の本戦で、それにはめていけばいいのかなと思いますし、そう今さっきがベンさん言ってくれてた、本当に、ケインがやっぱ下がってしまうっていうのは私もめちゃくちゃ気になってて、でも、ね、あのー、ケインが結構厳しいこと言われてるってことは知らなかったんですけど、私あんまそういうの見なかったから <laughs>、だけど、そう言われちゃって、下がってるのはでも、 やっぱり触れてないから下がっちゃってるだけなので、ケインがいつも通りの力を発揮できるようになったら、アーノルドはめっちゃ生きると思います。多分ケインに出せるんで、ボールを。なんかアーノルドは出,せ出す、あの、多分、サナスゲートとかのところはアーノルドの一本のパスを多分めっちゃ期待してると思うんですよね。それを出す場所がなかっただけだから、今まで。それでも、一応、あの、チームの中で、一番チャンスメイクは、 数で言えば作ってるっていうのがアーノードなのは、その1本が多分毎回生きてるだけなんで、それが多分もっともっとこれから前がもうちょっと動けるようになって、抜け出せる人がいるようになったら、絶対生きてくると思うんで、うん、もう今誰かダメだとか、じゃギャラが45分やったけどダメだとか、そんなことは絶対思わなくていいと思います。うんうん、うん、なんか特徴が分かりやすかった。うんうんうん、そうですね。 2022年のワールドカップで、あの時の大会は素晴らしいサッカーをやってくれたと思います。結果は結局フランスにや、えー、敗れてしまったのですけど、ケインが本調子だと同時に9番でもあって10番でもあって、ポジションを下げて、トップ下のような位置までポジションを下げて、ビルドアップにも絡んで,で、またエリア内に戻る。それか、横にいる選手を走らせるのが結構効果的な。 イメージが強いイングランド代表で以前、はい、昔だったら両サイドの選手にラッシュフォード、うん、山頂まあ本調子のサッカーがめちゃくちゃスピーディで突破をし,しているのでそこでケインが生きるイングランド代表だったっていうのもあるかなと思いますけど、うん、今サッカーもちょっとねずっと怪我を持っていた状態でめちゃくちゃね、うん、出場時間も 多かった今シーズンの,アースの昨シーズンもそうだったから、ベストなコンディションじゃないのが、今、イングランドにとって、彼がもう本当に本当にイングランドのキープレーヤーの一人なので、サッカーがまだ本調子を見せられていないの,が、はい、のも、イングランドにとって痛い,いし、ケインにとっても多分痛い,いと思いますけども、うん、まあ、初戦、ねえー、そのサッカーの崩しから、えー、ベリガムのゴールが来たのですけど、あ,あの時 以来、なかなかサッカーのスピーディーな崩しからベリガムのエリア突入でゴールとかゴールチャンスのような、うん、攻撃力が出るイングランド、<や>あんまり見られていないんですね。ただ、多分、私が思うには、めちゃくちゃ国内でも言われているんですよ。だけど、私が思うには、サウスゲートが 今回の問題がもうチーム完成度の低さの問題が想定内なので、彼がちょっと元の考えに戻って、どういう意味かというと、ちょっとセーフティーファースト、安全第一。うん。ろ、ゴールキーパー、センターバック、左サイドバック、中盤が2022年のワールドカップのように、絶対な自信を持ってこれ信頼できる、みんなの状態で信頼できると思ったら、 攻撃的なサッカーをよりするようになるんだけど、今はどちらかっていうと、2018年のワールドカップとか、えー、前回のユーロみたいに、そこまで強い自信じゃないから、うん、チームとしての守り、守備の安定感、相手に決定機を与えない、失点あまりしない、安定感が絶対必要だ。だから余計にちょっと慎重にしていると。うん 思いますもう、うん、サースケート監督はこれまでプレーヤーとしてのイングランド代表経験もあるし解説者と,のとしての経験もあるしこれまでのイングランド代表のし失敗失敗歴をめちゃくちゃ彼がもう見てきた人なので <laughs> 本大会で優勝する可能性を残すためには負け,負けないことがまず重要だっていう考え方を持っているので。 うん、メンさん、ごめん、入っちゃったけど、途中で。この回は、前回のユーロもしましたよね。<laughs> 前回のユーロもしました前回の。そう。そう。で、前回のユーロも、結局、イングランド国内が、とんでもなくハッピーな大会になったんですね。デンマーク相手にセミファイナルで勝って、うん、スイートカラララインという曲で、ウェンブリーがもう超盛り上がってて、うん ユーロで史上初の決勝戦進出が決まったんですけどあの時もグループステージめちゃくちゃ地味でしたねイングランドは。うん、あれグループステージ本当に地味で結構全く今とちょっと今の方が言われ方は多分前回のね、うん、あの決勝まで行ってるのもあって多分期待値も高いからこそ。 今回の方が言われ方強いかもしれないですし、ココが活躍めちゃくちゃしてるんで、クラブで。んかやっぱ前回ちょっときついかもしれないけど、すごい似た状況だと思うんですけど、前回はベンさんはどこでじゃあ切り替わったと思いますか、本戦で。そのグループステージちょっと本当に地味だったし、点も取ってなかったと思うんですけど。私は前回グループステージを見て、全然納得していた。もうこんなもんだなと思ったんですけども、国内でムードが良くなったのが、絶対、 ラウンド16のドイツ戦。ドイツってイングランドからしたらちょっと一方的なライバル関係があります。うん、ドイツ人からしたらとするともうドイツの方が何度も優勝しているしイングランドなんかライバル視する必要とかないと思うんだけどイングランドのサポーターはみんなドイツに負けた歴史って。 めちゃくちゃ持っている。で、66年のワールドカップ決勝戦だけ勝ったんだけど、ドイツ相手に敗退を期してしまったことがたくさんある。その思い出がたくさんある。で、ドイツ相手に強いサッカーができて勝ち切ったことが、あ今年のイングランド違うかもしれないっていう思いをさせてくれたんですね。うん、でも、うん、安倍さんがおっしゃるように、国内の うん、代表チームに求めていることというか、期待度が残念ながらあれから変わってしまって、成功してしまったから、うん、サウスゲートのイングランドが、ユーロ決勝進出というのがそれまでなかったこと、2018年ワールドカップセミファイナルも誰も予想してなかったし、えー、すごい久しぶりに、えー、史上3度目のワールドカップセミファイナルだったので、それもすごい成功だった。 でもそれがちょっと基準になってしまったので、そこからステップアップして、より強い戦いをして、自分の派手なサッカーで優勝をするのが、世間のノルマになってしまったかなと思います。で前回のワールドカップの内容は良かったけど、結果はベスト8。で、今回客観的にメンバーとかチームの 問題中盤の問題、コンディションの問題、怪我人の問題とか見ると、前回のワールドカップや前回のユーロほど完成度が高くないけれど、サポーター国民がここ3大会の経験があって次こそ優勝っていう期待になっちゃっている。なりますね、だから今あんまり強そうに見えないその戦いぶりを見ると、うん、なんなんこれっていう雰囲気になって。 ってしまっていまいすねベン、うん、さんはちっちゃい頃からイングランド、一番記憶いつですか代表戦で、なんか覚えてる思い出とかなんか。ちっちね、はっきり覚えているのが90年のワールドカップですけど、えー、86年のワールドカップも見ていたで、まあ、うろ覚えしかないですけど、マラドーナの髪の手で。 アルゼンチンに負けてしまった大会になって、その続きがユーロ88で、それは親に聞いたらもう見たのは見たんだけど、はっきりした記憶はない。でもあの大会、イングランドがグループステージ3連敗で敗退してしまった。 90年のワールドカップグループステージ、実は前回の、えー、前々回のこのチャンネルの動画で話したように、イングランドが今回のユーロと全く同じ成績を残しました。0-0、うん、の引き分け、1-1の引き分け、1-0の勝利だったんですけど、あの時めちゃくちゃ、なんなんこれダメだな、やっぱこのた、この監督終わりとかめちゃくちゃ言われてたんだけど、決勝ラウンドになると、 ハッピーな話へと変わっていって、結局セミファイナルまで行ったんですね。そこが一番、はいうん、はっきりした最初の思いが、あの時の大会ですね。うん本当に長くね、そういうところ見てるから、余計多分、じゃあまだここの、それこそサウスゲートになってからしか見てない人たちの思いより多分、どっしり構えてられるんですよね、ベンさんは。まあね。<laughs> あの イングランド国民でも記憶が短い人がちょっと多いかなと思うので、これまでの失敗、なんかもう情報としてあの時どこに負けたかって,いうって言えるかもしれないんだけど、あの大会本当は何が敗因だったかもう忘れている人がちょっと多いと思う。で、イングランドはもう本当に えー、2016年のユーロまで10年間結構国民に嫌われていたんですよなぜならもう黄金いわゆる黄金世代あのジェラードとかランパードとか、はい、ベカムの世代が結局、はい、クォーターファイナルベスト8精トっぱで敗退を繰り返していたあやっぱりダメだでその後次のユーロは予選敗退でそれでメンバーここのメンバー良さそうなのに プレイも面白くない。結果も良くない。で、もう期待する意味がない。期待、開幕したらちょっと期待はあるんだけど、なに、これまたダメだなっていう暗さが10年を続いたんですよ。それまでの10年間、ユーロ96年の範囲から、それも、えー、それこそセミファイナル、ドイツ相手に PK 戦で敗退してしまったんだけど、 そこから10年間は多分みんな期待しすぎた。過剰評価していた。で、確かにここは良かったんだけど、チームとしてはあんまりまとまらなかった。ユーロ2004年以外はあ。ここはいいんだけど、4-4-2、4-4-2の単純なサッカーしかできないチームだったので、うん、なかなか、えー、ランパード、ジェラードの併用が難しいまま終わってしまった。うん だから期待しすぎて期待しても意味がないってまたすごい暗い10年間が続いてそれで誰も期待していなかった18年のサースケートの時のロシア大会のワールドカップで <laughs> お何これえイングランドまた勝ってるっていう意外な興奮とか楽しみがあったので、うん、その時とそう前回のユーロってすごく国内がまたハイになった。でも うん、それがちょっとみんな、みんなの心でそれが普通になってしまったので、今年優勝を期待しちゃっているのが、うん、ちょっとく今のなんなんこれっていうような雰囲気にすごく影響していると思います。<laughs> 確かに。前回のユーロの時の、その、現地の方の雰囲気とか盛り上がり方は、なんかやっぱ感動する、楽しそうっていうか、なんかね、ねってきた感じで、信じてた。俺たちが信じた。うんうん イングランドが入ってきたみたいな感じの、なんか、長年の思いがあるんだなっていうのも分かって、多分だから本当にその気持ちがある中で、今回だから、で、今回みんないろんなチームで調子がいいから、それゆえに、多分ね、多分がっかりしてしまってるんだけど、でも、すごくポジティブなのは、選手たちがお互いをしっかりこう見ているというか、なんかこう、まあ、特に、 じゃあアーノルドがどうしても言われてしまうときは、ベリンガムだったり、もう、ライスとかが表だって擁護してくれたりとか、あとちゃんとも権威はもう問題提供しながらも、あとウォーカーとかも、なんか、いや、もう自分たちはいけるからみたいな感じの、選手たちが信じてる、疑ってないところがすごくいいなって思います。ファンがた、あの、国民がうう疑ったとしても、選手がしっかりしてるから、 すごく。これ逆だと困るじゃないですか。選手がちょっと不安があって、どんなに私たちが頑張って頑張ってって言ったって、選手がダメだから。<laughs> だからその逆だから、なんかそれはすごい見てて、だから余計こ私もそんなに不安にならないのかもしれないですね。うんうん、そう。でそ、その話がしたかったです、えー。私のチャンネルのコメント欄で何人かの方から、 イングランドの選手たち仲悪そうというコメントをいただいているんですけれど、それはない、それはありませんって言いたい。ただ、それ,そ,れそれもサウスゲート時代になってやっと解決できたこと、それまでは確かに仲良くなかった。例えば、クラブごとの派閥とかあったりしていて、それからもうメディアとサポーターの暗い雰囲気もあったので、イングランド にやってきてき何もいいことがない、何も楽しいことがないというのが前、えー、もう2016年のユーロまでずっと続いていたんだけどサウスケート時代になってみんなめっちゃ仲良くてクラブごとの派閥も全然なくてみんなもうすごく信じ合っていて信頼し合っていて仲良くやってるんですねで変わったのがみんなもしかして 表情が今回に限って変わってるとしたら、その理由は、チーム内の雰囲気ではなく、外からの雰囲気が変わったからで、だから、プレッシャーがこれまでと違うものになっている。サポーター、メディアが批判している。だから、楽しいことばっかりじゃなくて、ちょっと嫌なことが、イングランドでプレイする上で嫌なことがあります。それは、イングランド人から、 嫌なこと言われていて、ちょっと、緊,緊張はしないと思うんだけど、うん、プレッシャーを感じているのが、うん、前回ワールドカップ、もうこれまで3つの大会との違いですね。うんうん、だけど、おっしゃるように、おっしゃるように、選手たちのコメントとか聞くと、それからピッチ外の企画とか見ると、みんな、もう経験もあるし、代表チームとしての経験もあるし、 課題をこれまで乗り越えてきたのが効いてて、仲良さそうに自信まだみんな持っている印象がありますね。なんか、そうそう、仲良しだから良くないんだとか思われたらあれですけど、本当にイングランドの昔は、すごい強かったけど、テーブル一緒に絶対しないとか。だってそう、リバプールとマンチェスター・ユナイテッドバチバチじゃないですか。<laughs> そうそうそう、ここね、アースナ,ルアースナルのテーブルもあって、チェルシーのテーブルもあって、<laughs> ね、その話聞くのめっちゃ好きなんですよ、面白いから。うん、でも今そうだったら、多分まあこうは行ってないだろうなって思うんで、うんうん、そこがすごい救いかもしれないから、なんかそういうところも見てほしいなみたいな思いましそうそうもう、イングランドが育てている選手たちの性格が、 あの時代ともう全然違うものになってるなと思います。うん、先日またコメント欄でイングランド人の監督がなかなか出てこないことについて聞かれたのですけども、うん、今のイングランド代表の選手たちの話を聞くと世代の違いをめちゃくちゃ感じます。話してる内容とか話の具体性とか これまでね、今、プレミアリーグって世界一、とにかく経済力のあるリーグになっているので、どのチームにも素晴らしい選手がたくさん集まってるわけだから、下部組織の選手がそんなチームに出るために、本当に若い時から一生懸命頑張らないといけない世界で、真剣にサッカーを学ぶ必要があります。で、トップになった今のイングランド代表の選手たちの話を聞くと、 もうほんまに一生懸命サッカーを、まあ、すごく素晴らしい、えー、各国のコーチたち、指導者たちからいっぱい学んでいるんだけど、すごい話もできる、すごくサッカーを考えている、すごく真面目な子たちになっているのがすごく伝わります。ベリガンもその一人ですけども、うんえー、安倍さんのおっしゃっていただいてたゴードン選手もその一人です。うん すごい、ですよねすごい。すごいそこが失礼ですけども、ジェラード・ランパーとファーディナンド時代とは全然違う。<laughs> あの時代ではもう、やっぱり誰よりも情熱を持つ、誰よりも勝利したいという思いを持つというこだわりが強くて、タフさをめちゃくちゃ持っていた。で、そのかげですごい選手になれたと思いますけども。 今、テレビの出演者とかとしてそういう立場で話を聞くと今の若いイングランド人の選手たちと話の具体性のレベルが全く違うんです。でもそれでもその時代には通用しましたし周りに他に素晴らしいチームメイトもいたのでみんなすごい選手だったんですけども監督として時代も変わってここ10年特に時代が変わって。 ちょっと通用しない部分があるのかもしれない。今の若い子たち、ゴードンとか、フォーデンとかだったら、監督になる夢とか、あるとすれば、絶対いけると思うし、うん、そういうところに、今回のイングランド代表がね、課題を乗り越える自信も感じるんですよ。うん。いや、本当になんか、 ついていきたいって思いますよ、私はいつも。どんなに負けても、どんなに悪い試合しても、絶対90分見ようと思うし。なんか、うん、うん。調子が、じゃあすごいつまんないって思われちゃうかもしれないですけど、その試合を見た後に、じゃあ、今、じゃあ前回前、前試合の試合、多分フォーデンは本当に良さが出なくて、多分自分の、すごいしんどかったと思うんですけど、じゃあそのフォーデンを見た後に、 フォーデンじゃない。嘘ついた。ごめんなさい。ベリンガム。<ー> <laughs> はいはいはい。その間頑張った。フォーデンめっちゃ頑張って、フォーデン中、ね、入る動きとか自分の動きすごいしたんですけど、その反動でベリンガムが本当にボールが触れなかったりとか、すごい厳しい3戦目だったと思うんですけど、そのベリンガムがもし次の戦いですごいいつものベリンガムのように輝いたら、多分3戦目見てた人たちは、 泣くほど嬉しいと思う, <laughs> うん。だから、うん、見てほしいなって思います。なんかつまんないって思ってもよかったら。うん、いや、<laughs> もう私もぜひぜひ見てほしいなと思いますし、まあ、前回の企画でちょっと話したように、次がソバキア戦でもしかして相性がそんなに良くないかもしれないんだけど、うん、でもまあ、勝たないといけない相手だし、あの試合では、 フォーデンが子供が生まれるので、一旦帰国することになってて、日曜日にまたドイツまだ間に合いそうだけど、もう練習に参加してないまま試合で使うのもあれだと、もしかしてサウスケート監督が思うかもしれませんし、それか、どっか変えたいんだけど変えにくいっていうのがあって、これが理由になって、あ、これでもうちょっと変えやすく安いっていうふうにもなったのかもしれないんだけど、例えばあのサイド、ずっと左サイドバックが いなくてショーがんーまあ練習に参加してるんだけど、どうやら動きがまだまだそこまでえ本調子じゃないようであれが問題かもしれないんだから、例えば今サイドバック左が上がって右が残ることが多いんじゃないですか。逆にして左サイドバック、トリップ屋でもいいけど、ウォーカーそこでにしてもいい。 だけど、右に、右サイドバックとしてアレクサンダー・アーノルドを置いて、上がる方のサイドバックを右にする。左に張っているのがウィンガーのゴードンでいい。うん、で、それで右はもうアレクサンダー・アーノルドがいるので、サッカー本調子じゃないんだったら、じゃあ、サイドに張るタイプじゃなくて絞ってくるタイプでいいからパーマ。うん、はいはい。うん。めちゃくちゃ面白いと思います。 っていうふうに変えたら面白いかなと思って、そうすると中盤は私ならメイヌー先発しようかなと。そうメイヌーの話、この間メイヌー出てくれたときに、アーノルド後から入ったじゃないですか。うん、その時メイヌーはアーノルドの動きをしっかり見てくれてるなと思って、<laughs> アーノルドが上がった時メイヌー絶対下がってくれるし、なんか一緒にやってんの初めて見たんですよ、私。 しか、ね、して初めてだったかもしれない。はい。教科書やりとは見て。初て、うん、見たんですけど、めっちゃアーノルドの動き分かってくれてんじゃんと思って。で、メイヌは、メイヌもいける子じゃないですか。だけど、ちゃんと下がって守備してくれてっていうのを見たときに、今言ったベンさんの方、めちゃくちゃいいと思うし、一応リバプールパンとて言っとき、あの、して言っときますと、一応ジョー・ゴメスもいるんですけど。います。<両>います。4サイドもセンターもできるんで、誰かが怪我したときは、どこでも使っていただければな。 じゃあ、左はロマン・ポスだったんですけど、怪我で離脱したじゃないですか、去年。そこで、調子うちのチームめちゃくちゃ強かったのは、ジョー・ゴメスが左に入ったからなんですよ。それでジョー・ゴメス、トリッピアもなくなく外して、ウォーカーもなくなく外して、ジョー・ゴメスを左でセンターバックとしてちょっと残って、メイキサイドバック、アレクサンダー・アーノルドで、メイヌとゴードンとパーマーで。 <laughs> 一気に5枚,5枚買いになっちゃうんですけど。え、誰でも、ね、いいですよね。だから誰にきっても結局やっぱり私は楽しみですって思います。<や>楽しいですね。楽しいです。だってストーンだって前行けるじゃないですか。いける。ストーンだって今じゃなくて前やったっていいわけだから、ガンガン行ってもらってもいいしっていうのを考えたら、<う>すごい楽しいと思うんですよ。考えてるだけでも。うん,うんうん。 ゴメスが後ろで2枚残るから、うん、ストーンズがもうちょっと上がりやすい上がってくれたら、ね、ねストーンだって上がった方が、多分能力、ああ今あのあれだったら出ると思うんで、じゃあもう解、解決策がもう見つかりましたね。でもね、今いる選手が悪いとかじゃないっていうのだけは分かってもらいたいですけど、本当に、先発組。はい、だって、先発組、サウスゲートが選んだ先発組って、私もやっぱ選びますもん、最初に。 うん、私もなんか、うん。ね。だから、やってみないと分かんないじゃないですか、やっぱり。うん、そう。だから、なんか、いきなりちょっと違う人選んで、もし、ちょっと違うんじゃないって言われたりだけど、やっぱ、さ買帰るが遅いのは昔からじゃないですか。うん。っだから、本当に初戦二戦目三枚買いしたじゃないですか、いきなり。うん、あれめっちゃ珍しいと思って。うんうん。夏、うんうん、のも面白かったし、私見てて。お、三枚買えるんだ、珍しいと思って。面白いと思いながら。 な蓋開けたらみんなそれぞれの調子がわからないしもう,う,う、ね、始まってみないとわからないのもあるしでもまあ、えー、私たちはまだ期待しているという雰囲気がこの動画から <laughs> <laughs>、はい、伝わったのかなと思いますで私はもうサウスケートは絶対そう思ってると思うし私もこう思ってるんだけど内容プレイスタイルにこだわってるんじゃなくてサウスケートは最後だって思って、うんうん 優勝だけ目指してる。内容は何でもいいから、とにかく失点少なめ、相手のチャンス少なめ、なんとか負けないサッカーで勝ちたいと言ってるかなと思いますけども、まあ楽しくイングランド代表のこれまでのユーロ、これからのユーロを、えー、一緒に語ってくれました。安部浅見さん、<laughs> どうもこの企画もありがとうございました。ありがとうございました。 そして、あの今すいません。私のママが帰ってきました。おかえりなさい。このままいいですか今ね、YouTube 撮ってるの。あ、大丈夫って手振ってくれました。大丈夫ですよ、気なくても。<laughs> <laughs> 大丈夫、大丈夫。じゃあ、最後に番外編としてここ入れちゃおうかな。<laughs> すいません。いいえ、全然。 何の話だった？うん、あ、そうそうそうだからジェラードとかランパードとかね。